暑いんで元気なくなってきましたね。日陰の皆さんもこんにちは。ちょっともう疲れてるんですか皆さん。ではですね、ようこそ JR 東海浜松工場新幹線なるほど発見で2013へ。ただいまより第3回トラバーサによる車両移動実演を行います。本日の MC は私 JR 東海の熊谷が担当いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、皆さんに安全に見学していただくために4つお願いさせてください。まず1つ目、実演は本物の新幹線車両を使います。大変危険ですので安全柵の中には入らないでください。こちらの柵ですね。あともう一つ付け加えなんですけども、仮設トイレ前の緑色のプラスチックの柵ですね、向こうにあるんですけども、あちら倒れやすくなっておりまして、寄りかからないようお願いいたします。では2つ目、作業員の方黄色のヘルメットをかぶっています。あちらにいらっしゃる方ですね、いろいろこう作業をなさってますので、その方の邪魔にならないようにご注意お願いいたします。では3つ目、スタッフの指示、スタッフがこの帽子をかぶってるんですけども、その方の指示には従ってください。よろしくお願いいたします。最後に4つ目、本日はたくさんのお客様がいらっしゃっております。後ろの方までご覧いただけるよう、お子様は前の方へ、大人の方は低い姿勢でご覧いただきますよう、協力をお願いいたします。以上、4つの約束を守って実演を楽しんでください。3番線ではですね、実演を始める前にまずは浜松工場とトラバーサーという機械についてご紹介させていただきます。この浜松工場はなんと昨年で創立100周年迎えました。とても歴史の長い工場です。会場のリニア鉄道館コーナーには100年前の浜松工場開設時の資料が展示されておりますので、ぜひ見に行ってみてください。そして浜松工場は次の100年に向け現在リニューアル工事中です。皆様の目の前にあるこのトラバーサーですね、これはこの工場のリニューアルとともに建設されました。トラバーサーという名前の由来なんですけども、英語で横移動などを意味するトラバースという言葉からトラバーサーという名前が生まれました。この名前の通りですね、車両を乗せて広い工場内で車両を横移動させるための機械です。全長は 33.5m、横幅は 8m、高さは 6.1m あって、重さはなんと65トンもあります。ここからも見えるんですけども、南北に伸びる日本の線路の間を移動します。では私の話はここら辺で終わりますので、それではお待たせしました、ただいまよりトラバーサによる車両移動実演を行います。トラバーサにご注目ください。それではお願いいたします。進行。さあ、トラバーサが動き出しました。初めにいた03番という線路から2番線にゆっくり移動しています。本日実演に使用する車両は700系車両の1号車です。車両の長さは約 27m、 重さは約40トンです。重さはアメリカ像が1頭約6トンと呼ばれておりますので、約7頭分あります。普通の車、乗用車であれば約26台分の重さです。このトラバーサは重さ62トンまで乗せることができます。はい、ただいま2番線に到着しました。今動いたトラバーサの動く速度、時速 3.6km です。下位番線をあらかじめ指定して動かします。今回は03番線に移動させますので、今から係員が指定します。はい、では係員さん、準備はよろしいですか？これ見てから
発進行。はい、ここでこのトラバーサーに乗っている車両の説明いたします。この車両は700系 C1 編成の1号車です。平成4年に300系のぞみによる270キロ営業運転が開始されましたが、平成9年に JR 東海ではさらなる乗り心地向上や環境への配慮を目指して各種技術開発を行いました。そして0系の完全一体と100系初期車両の乗り換え用として全てに進化した700系試作車両 C0 編成が完成しました。これがこの車両になります。その後各種試験を行いまして、平成10年から量産車が投入されました。この C0 編成も量産車への仕様変更を行って C1 編成となりまして、平成11年から700系の営業運転が開始されました。実はこの試作この試作編成である C1 編成は先頭部の長さが量産車より70センチ短いなど、量産車と違う点がいくつか見られます。この C1 編成は約15年間のぞみ、ひかり、こだまとして活躍しました。 N700 系車両の投入などから平成25年1月16日にこの試験を追って浜松工場へ入場してきました。その間約600万キロ地球15周分走っております。いやで若干帰っている方いますけど、もう一往復するんでちょっと立ち止まっていただければ嬉しいです。さあ、ゆきちゃんの出発進行の合図でトラバーサー動き出しました。お願いします。では参ります。せーの、出発進行。はい、みんなの掛け声で出発式後の合図でトラバーサー動き出しました。はい、それではちょうどトラバーサー元の位置戻ってまいりましたので、